はい、皆さんどうもこんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回なんですけども、本日4月の15日はですね、新しいラブライブのですね、ゲームの歴史が、2つございます。今回はですね、そのうちの1つ、リンクライクラブライブね、ハスノサラ女学院のですね、日常スクールアイドルを応援するアプリでございます。まあ、こちらね、3DCG といったですね、もう新技術がもうとことん詰められてる、そんなですね、ゲームとなっておりますが、こちらはですね、今回は、遊んでいきたいなというふうに思っております。スクフェス2ミラクルライブのですね、プレイ動画もですね、別途上げてますので、ぜひですね、そちらの方も合わせてご覧いただければと思います。ということでですね、早速もうね、リンクライクラブライブね、インストール終わってますので、開いていきたいというふうに思います。ほっ！はい、ということでね、まぁ、こんな感じで、ちなみにね、僕ね、もう名前とか、のですね、登録は、始まってるというか、もうね、やってるんですけれども、こちらですね、携帯としては、完全にそのログイン形式、事前に利用規約とか読んで同意する必要性があるんですけども、それでですね、同意して、今画面がこのような形になっております。はい。ちなみになんか設定とかね、時計を選択とか、なんかほんとあれですね、スマホアプリみたいですね。さて、ですね、こっからね、早速やっていきたいと思います。紹介ですね、いろいろと。なんかアプリケーションみたいなのがいろいろと出てますけども、プレゼントとか見ていきましょうか。プレゼントは受け取れないと。いうことで、アンドロイドみたいな本当に操作手法ですね。こうしてみると。スクールアイドルコネクト。じゃあ早速見ていきましょう。こちらは何だろう。お、カホちゃんの個人配信とか。いろいろありますね。つづり先輩をご紹介させてください。小杖先輩をご紹介します。新入生紹介配信。あ、103期生新入生入部記念フェスライブということで。あ、なるほどね。ここで、フェスライブがですね、行われるっていうことですね。はい。チャンネルリスト。お、いいですね。フォローする。全部フォローしておきましょうか。なぜかミラクラパークがございませんけども。なんでなんだろう。スリーズブーケとドルチェスタはありますね。はい。なんか物語と関係してきそうですね。先ほどの、このスクールアイドルコネクト。こちらもですね、見ますと、その新入生紹介配信、フェスライブ、このフェスライブがなぜかね、残りの2人がいないっていう、大沢るりのちゃんと、藤島めぐみちゃんかな、がなぜかいないっていう形なので、これ考えますと何かね、秘密が、物語に秘密がありそうですね。活動記録見ていきましょう。お、花咲きたいっていうことです。ストーリーがありますね。早速見ていきましょうか。ね。どうしましょう。縦画面で見るべきか、横画面で見るべきか。縦画面を見ましょうか。お、来ました。私は日野下佳穂。今日からハスノサラ女学院の1年生。これはすごい。地元を離れて大都会金沢市にやってきたの。この春から私の新しい物語が始まるんだよ。寮生活ってことはお父さんもお母さんもいない。管理も監視もなし。私の夢どこかで会ったことが。 3D すごい綺麗ですね。やばい。同じ1年生だよね。しかもこれあれですね、ほらほら、生配信の時に先行解禁された物語の映像ですね。今日からよろしくね。すっごく喋りますね。うん、今私ね、開放感に満ちているの。長いことずっと土蔵の中に閉じ込められて、それからようやく解放された気分。そうですか。画面の仕様なかなかすごいな。では私はこれで。待って、どこ行くの。ちゃんとチャット画面みたいになってるの。もっとおしゃべりしようよ。なかなかいい。せっかくバスで隣の席になれたんだよ。これってもう運命じゃん。全然大した縁じゃないですよね、それ。ねえ、お名前は。村野さやかですけど。日野下さん。
カホでいいよ、さよこちゃん。カホさん、言っておきますけど。うん。すみません。私はこの学校で、あまり人と仲良くする気がないので。ですから、私と関わっても楽しくないと思いますよ。そうなんだ。え、友達作るの苦手なの？違います。さやかちゃんめっちゃ怒ってます。大丈夫だよ、さやかちゃんすっごく可愛いからすぐにお友達たくさんできるよね。さやかちゃん、そういえばさやかちゃんって金沢駅詳しい？私なんて今日朝4時に送ってもらって、あっちょっと見てもらったんだけど、さやかちゃんなんか無表情すぎて怖いな。かなり強めに拒絶して、自分でも言い過ぎかなって思ってた矢先に喋りすぎじゃないですか。長い間土蔵にでも閉じ込められていたんですか。さやかちゃん、そんなにはしゃいでなんだか楽しそうだね。誰か席変わってもらえませんか。今日はすっごくいい天気だね。金沢は曇りが多いから珍しいですね。金沢ってあんまり晴れないんだ。駅からバスが出てるなんてさすが私立じゃない。蓮の空、私ずっと入学式が楽しみだったんだ。そうですか。芸術分野に秀でた有名な学校ですからね。日下さんも何かやっていたんですか。え、何にも。何にもって、それでよく合格できましたね。え、相当すごいことじゃないですか。勉強すっごく頑張ったの。校舎だってまだ見てなくて。その方が楽しい気持ちいっぱい膨らむかなって。あの、どうしてそこまで蓮の空に。実はお母さんがね。あ、うちの親ってすごく過保護なんだけど、蓮の空なら全寮制だから地元を離れてもいいよって言ってくれたんだ。私ようやくね、自由になれたの。自由ですか。だからね、蓮の空女学院でならきっと私の夢が叶うはずなんだ。そう、花咲くっていう私の大きな夢が。ここが蓮の空女学院。すごい、パンケーキのお城にテレビで見たクレープ屋さんも。パンケーキのお城って、さやかちゃん、なんかすっごい映えスポットもある。歩いている方々も芸能人みたいに綺麗で、これが高校生。今気づいたんですけど、第1話花咲きたいってことは本当にアニメの物語みたいな形式なんですね。1話ごとにこう物語が展開されていくみたいな感じの。すごい。わー、フレンチトースト食べ放題。カホさん、着きましたよ。カホさん。へっ、わ、私寝てた。ごめん、ありがとう、さやかちゃん。ありがとう。乗り過ごしてとんでもないところに来ちゃった。いいえ、こちらが蓮の空女学院です。なんで山の中にあるの。こんな感じですね。おお、すごい。ここからというわけで、恵まれた大自然の中で皆様には厳粛な規律と確固たる伝統を学んでいただきます。いいですか、規律と伝統ですよ。どちらが欠けても蓮の空女子としての品位に関わります。寮母さん厳しいな。寮では門限厳守でお願いします。夜は明かりがなく山道は危ないですからね。バスは週末に一度、金沢駅前行きのバスが出ています。必要なものはそこで買い揃えてください。ただし事前に外出申請と許可証が必要です。自由行動はできません。ご利用ください。カオちゃんめっちゃ嫌がってそう。なんで
カホちゃん目が死んでるわ、やば。あのカホさん、すごい目してるな。カホさんですよね。うわあ、さやかちゃんだ。同じクラスだったんだ。やったね。どうしたんですか一体。昨日の元気はどこに行ったんですか。人はパンのみにて生きるにあらずだよ、さやかちゃん。希望がなくっちゃ人は生きていけないんだ。私新生活で絶対花咲こうって決めてたのに、規則規則厳守規則でさ、このままじゃしおれちゃうよ。そういえばごめんね、さやかちゃん。私初対面なのにぐいぐい話しかけてずうずうしかったよね。ちゃんとなるべく関わらないようにするからごめんね。ああもう、そのことはもういいですから。私が悪かったですから。ほら、あの、今日の放課後から部活紹介とかあるみたいですよ。部活か。何か見つけたら私の牢獄みたいな高校生活にもパーッと光が差し込んでくるのかな。それは分かりませんけど、でも動かなくちゃ何も変わりませんよ。さやかちゃん、だいぶ行動力あるんですね。ほら、すごい、私もご一緒しますから。え、さやかちゃんもいいの。そんな顔でずっと隣にいられても困ります。そっか、さやかちゃんは優しいね。辛い心に染み込むね。あ、泣いちゃいそう。何なんですかあなたは。もう、すごいなストーリー。学校の周りをぐるっと回ってみたけど本当に何もないところだね。めちゃくちゃ本格的ですねこれ。名産は緑、まあ、ストーリー特色は山、名物は坂道で名所は高台って感じ。一応校内に購買部があって必要なものはそこで揃うみたいですけど、あの、本当に何も知らず蓮の空に来たんですか。私ね、小さい頃は体が弱かったの。だからお母さんたちをすごく心配させちゃって。あ、小学校行く頃はもう大丈夫だったんだよ。でもお母さんたちの心配はそのままで、学校には送り迎え、門限も厳しくてあんまり友達とも遊べなくて。だからね、そんな毎日がずっと続くのはどうしても嫌だったの。カホさん、お嬢様だったんですか。そういうわけじゃないけど。だからね、お父さんとお母さんと粘り強く交渉してようやく手にしたのが蓮の空への切符。不合格だったらきっぱり諦めるつもりだった。言うこと聞いて迷惑かけないいい子になろうって。けど私合格したんだよ。それなのに、それなのに、私ね、ずっと花咲きたかった。それ先ほども。うん、お花って道を歩いても目に留まるでしょ。羨ましかったの。好きなことをしてる友達とかがとても綺麗に見えて、私だって自由に自分らしく生きられたらきっと花咲けるんだって思ってた。だから環境を変えるためにこの学校に。うん、家を離れて好きなことをして楽しく過ごしたかったのに。ここには学校しかない。学校以外何にもない。また勉強だけの毎日なんてやだよ。カホさん、私もそのカホさん風に言うなら、いろいろあってこの学校にやってきました。だからやりたいことを思うようにできないカホさんの気持ち少しわかります。本当、
さやかちゃんも一緒なの？はい、私も自分を変えるために蓮の空にやってきたんです。カホさんも楽しいことを見つけられたらいいですね。さやかちゃん、うん、ありがとう。そうだよね、待ってるだけじゃダメだよね。カホさん、うん、なんか私わかったかも。環境を変えるためにはまず自分が動かないと。そういうことだよね。ええ、多分。よーし、私すごいことやっちゃうんだから。ありがとうね、さやかちゃん。もしかしたら短い付き合いになるかもだけど、これからもよろしくね。あ、ちょっとなんか嫌な予感がするぞ。もう行ってしまいました。蛍光灯しかない蛍光灯みたいな人ですね。どんな例えなんだよ。面白。あれは、お、ここで出てきましたか。スクールアイドルクラブ。スクールアイドルクラブって、そうだよ、お行儀よく待ってなくたっていいんだ。私には私の道が、ここでつづりちゃんが、無限の未来が待ってるんだから。そのためにはまずは学校を脱走だ。そうなる。私は自由になるんだ。行くぞ。お、終わりました。はい、こんな感じですね。はい、物語がこれで一旦落ち着いたということで、まあこの後もね、パート2パート3ってあるんですけども、それにしても1話で13分もあるっていうのがなかなか作りが本格的ですよね。第1話がそのじゃ30分ぐらいあるということで、マジでテレビアニメみたいな展開ですよね。うん、まあ一応ね、今回ね、アーリーインストールでしたっけ、アーリーリリース版ってことなんで、まだね、遊べる機能が本当にこのスクールアイドルコネクトと活動記録のみ、ストーリーのみということで、ガチャもスクールアイドルステージもそれらもまだ、開放されてないということでね、まだまだこれからのゲームとなりますが、ね、蓮の空女学院はですね、3年間の、リアルタイムとともにね、その駆け抜けていく、そういうゲームとなってますのでね、これはちょっとね、非常に今後も期待して、ね、遊んでいきたいなというふうに思っております。もしぜひこの動画がいいなと、グッドボタン、高評価やチャンネル登録などお願いいたします。ということでですね、今回はこちらのリンクライクラブライブ遊んでいきました。以上、浩平でございました。バイバーイ。